じゃなきゃ俺の弾は取れない。いよいよ放送が開始されるこの春最注目のテレビアニメ忘却バッテリー、青春&ギャグ要素も満載の本作、果たしてどんなストーリーが紡がれていくのか。そこで今日は4月9日からの放送に先駆け、メインキャスト5名がその魅力を熱く語ります。さあ始まりました、忘却バッテリー放送直前スペシャルコンテンツ。清峰遥役の増田俊樹です。金目契約の宮野守です。よろしくお願いします。どんな喋り方だっけ。東堂は親役の浅田美穂です。よろしくお願いします。木原俊平役の島崎信長です。よろしくお願いします。食堂先輩よよ先輩です。はい、そして山田太郎役の梶幸です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ今日はこの5名で忘却バッテリーの魅力をたっぷり語っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくされましょう。キャラ不安定ですよ。大丈夫です、大丈夫です。挨拶とも違うし。大丈夫です、大丈夫です。さて忘却バッテリーのストーリーを少しねご紹介しましょう。いいと思う。本当ですか。いい感じですね。よし、いけてるいけてる。行った方がいい。中学球界で、おっと経験機飛んだ。それはダメだよ。そうだよ、俺言えないって。覚えてる前提だよ。動いてる動いてる、ほら動いちゃってる。またさらに K は、あ誰だやってんの。中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手清峰遥、切れ者のキャッチャーの自称金目 K の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのはなぜか野球無名校の東京都立小手指高校だった。なんでさらに K は記憶喪失で野球に関する知識も失っていた。どうしよう。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも偶然同じ高校に入学しており、ドキドキするよね。巡り合い再び動き出す彼らの高校野球ストーリーが今始まる。ちょっと完璧っすね。バッテリー完成されてるじゃないですか。いやもう僕が投げたら全部受け止めてくれる。すごい。最高ですね。いいね、うん、受け取りに行ったら、ね、一生ですから。天才2人でしょ。天才2人。山田太郎のこと何を紹介したの。出てこなかった。これは台本を作ったディレクターのせいだった。あのカンペをこうやっちゃったあのディレクター。山田のことを一切触れない。でも山田、ね、ここ天才なんでね、やっぱり。フォローしてくれた。僕らがバラバラになってもやっぱここで僕らをつなぎ止めてくれるのは山田以外いないんでね。え、パイゲの話。え、左パイゲの話。山田って左パイゲだったんですか。それは今2人が作り上げたやつだから。そうだったんだ。え、じゃあ K は右パイゲだった。ごめんが俺が悪かった。次行っていいよ、うん、次行きたいですけど、ほとんどがバス書かれてて。どれに行けばいい。どれに行けばいいんだよ。そんなディレクター。そんなって書いてある、そんな、そんな僕にバッテリーこれから遠く完全に急にそんな訂正しないでディレクター。こちらをご覧ください。ね、1番から9番の数字が書かれた的に向かって特設マウンドからボールを投げてもらいます。そしてチャンスは3球でございます。番号にはそれぞれトークテーマが振り分けられていますので、当たった番号のお題でトークを展開してもらいます。これ外れたらどうなんですか。喋んなくていい。外れたら外れた時のお題があるそうなので、外れたトークがあるな、外れた時までの罰ゲーム的なね、はい、お楽しみということなんで、まずは1番から9番のトークテーマを見てみましょう。こちらこんな感じになっております。皆さん早速やってみましょうか。なるほど。はい、ということでじゃあ投げていきたいんですけども、順番じゃあ僕からいきましょうかね。まずは天才が、まあ、ピッチャーですから、ね、お願いします。確かに。え、ちなみに、はい、ちなみにスポーツは何やってたの。高校1年生まではテニス部やってました。おお、でも道具使うゲーム、ね、そうなんですよ。ちょっとラケット持ってきてもらえれば絶対当てれるんですけど。テニスといえばみたいなとこありますもんね。テニスといえば、まあ、俺ですから投げていいですか。仲間っちゃ仲間だけど投げますよ、はい、さあここから投げます。心配だな、ね、いや普通に緊張しますね。あの梶さん、はい、もし行ったらごめんなさい。ちょっと待って。そんなにすごい靴だ。えいける投げ方それで。セットポジション。そんな東京フォーム初めて。セクシーだね。あれ？なんか手がこうじゃないですか？できそうできそう。こう。ちょっと怖い。怖いだやっぱ。怖い怖い。行きます。うん、まあ一球目ですからね。ちょっとね真面目に。怖い。ほら。おお。あでも。いいスピード。ちょっと上のね。ここ結構普通に怖いじゃないですか。この速度だと。俺の気持ちだよそれ。思いっきり言ったね。ちょっと怖い怖い。カシさん行きますよ。俺じゃない。これ的。そろそろ本当に当てよう。お願いします。行きます。5番行け。
あ、惜しい。あ、くっつけるためなんだ。ダメ。いや、でも今の内角低めの結構いいですね。さすが。褒めてもらってもいいぐらいなんだけどな。さすがエース。ちょっと1個ぐらいはね、そうですね。当てて、ラスト1個なんで。いきます。優しい。わー、真ん中。よっしゃ、宣言通り5番。ということで、5番本編映像を見ての感想ということで、もうそれこそ 1,2 話もって先行上映をさせていただきましたけども、はい、あのコンテの時点からかっこいい、うん、かっこいい作品になるのは分かってましたよね、うん、正直僕ら収録時に、うん、動きがすごかった、うん、それが、まあ、もうアバンから始まって、え、こんな動くアニメ始まっちゃっていいのかってすごい動いてたね。正直思いましたね。出しちゃった気合い入ってるよね、はい、野球のその体の使い方の表現がものすごくて、うん、あれを描くの大変だろうなって。そうなんですよね、アニメーションってやっぱ一本作る上でものすごい枚数のもう絵を描くじゃないですか、うん、でスポーツって動きが重要じゃないですか、ね、息遣いももちろん我々がもう吹き込みますけども、やっぱりこう遠くから見た時のあの躍動感、うん、あれをあれだけ少ないカットであれだけ感じられる、この作品絶対化けるぞというか、うん、原作こんなにいいのに映像化されてこんなに最強のタッグ始まるのかっていうワクワク感がありましたね、うん、うん、確かに、はい、始まったらそこからね、まさかまさかのパイプでしたけど記憶喪失になってるっていうね。そうなんですよ。でもこれもいいんすよ、こんだけど真ん中土青春のスポーツアニメやりますよからのすぐにはしごを外す感じ、近年こんなスピードのアニメありました？緩急すごいっす。でも確かにうまいよね。だからその最強も持ち合わせつつも、初めてもしかしたら野球に触れるっていう人たちに対しても記憶喪失っていうのを一個挟んでるから、野球を教えるっていう形で物語を進めていくじゃん、はい、だから見やすいというか、初めて触れる人にも。そうなんですよ。だから野球好きも見てもらいたいし、野球知らなくても楽しめる。そうなんだよな、こんな最高の作品ない、うん、素晴らしい。本当大体がね、その漫画とかアニメとかでも野球作品って知ってる前提というか、うん、少しありますよ ね、 ね、だけど本当に、まあ、記憶喪失ゼロからですから、使ってるよね、記憶喪失、うん、本当にね、この漫画でこのアニメであの野球を知れる、うん、勉強できるなって思いました、見てて、うんうん、球児じゃないのでやっぱ分かってるものと本当の意味で分かってないものってあるじゃないですか。そう、ね、うん、例えば、まあ、右打ち左打ちの意味だとか、はいはいはい、本人たちは何を考えてるのか、うん、あれもう俺、あ、そういうことなんだ、勉強になるよね、改めて、うん、はい、そんな作品になっております。素晴らしい。さあ、当たらせていただきましたけれども、引き続き投げていただきたいと思います。まず僕が5番当てたので、素晴らしい、はい、5番もう外れと、あれ外れで、もう当たってもダメってこと？最悪、そういうことです。何回も投げ出しましょうよ。いや、やっぱり真ん中は最初に抜いとかなきゃいけないですねこれじゃあ早い方が有利、狙いづらくなっちゃった、うん、さあ次は、え、経験者は、経験者、野球経験者の方、経験、俺、え、吹奏楽部でしたいやいや、満を持して言うことかテナーサックス信長さん、じゃあこれは信長さんにぜひ、じゃあテナーサックスが、テナーサックスが投げさせますよ、もうそりゃ俺のやっぱテナーサックスさばきでお願いしますね。どういう投げなの？こっからどんな投げ方してもいい。楽器の先端から出る。ボンって出ますか？リストがね、やっぱ違いますから。あ、スナップがね。はい、いきます。本当だ。サックス投げた、サックス投げた。持ってるのね。確かに。サックで、ここにあのバンドをつけて、いやいやいやその制限やめてよ。怖い、まあ、とりあえず1球目ね。回ってくるじゃん。魔球が投げられるぞ。信長くん怖い。ちょっとあの こっち来るかもしれない。気をつけて。怖いな。本当に。じゃあ、いきます。お願いします。お願いします。怖い怖い怖い。もう怖いよ。よはい。だから怖いって言う。何ですかんだよ。結構いてよ。アウト。ダメだよ、ごめんなさい。なあお前。おここ何番でもねえからな。ワンチャンスプリンクラーですか。何番ですか。だから怖いって言ったんだよ。でもカジさん判断で3球どころじゃないですよ。これ1個しかなくてもいいですよ。これもちょっとね。これもう今のはね、もう二度とやらないと誓っていただいて、じゃあ普通のフォームで、そうそう、もうサックス投げ禁止で、はい、いきます、いきます、大丈夫です、いきます、お願いします。キャッチボール全然こわっ、こわっ、ちょっと上目でしたね、どうぞ、はい、いけるいいんですよ、怖い怖い、なんで俺見たんだよ行きますよじゃないんだよ、いいよ投げてくれ、ファースト、ファーストファーストじゃないです、当てちゃいけないなと思います、当てちゃいけない、確かに、まあなんか位置関係的に刺そうとしてました今お
うわー、怖い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 、外れです。ということで3球外したので外れのトークテーマを紹介します。こちら、記憶喪失になりたくなるほどの失敗だ。ありすぎるだろうよ。ありすぎて。さあ、まずあの関西膝本当に申し訳ありませんでした。まず今ですよね。まず今です。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ記憶喪失になりたくなるほどの失敗談ちょっとお聞かせ願いますか。でもあの本当に我ながら恥ずかしいなっていう話はありまして、はい、あのまあ宮野さんが関わってらっしゃるんです。はい、とある作品の現場で、はい、あの宮野さんの役どころが怖い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 、なんかちょっとこうライバルというかみんなに壁を作ってるっていうとこから始まったんですね、うんうんうん、でアフレコ現場であの宮野さんがなんかその空気感にちょっと入ってまして、うんうん、こんなにだから忘却で明るい宮野さんがちょっと周りと絡みすぎないというか役作りのとこですね、そうですそうです、うんうん、現場での雰囲気を出されてて俺に飛び火してない大丈夫まだまだ大丈夫です、まだまだ今素敵な宮野さんの信長目線からの多分あれだからね、はいはい、みんな全力で信じないで。いやでもやっぱ役者だなっていう意味ではやっぱで見てたんでしょ、うん、だ見てたっていう話だよね。いい話ですまだ。そう、うん、かっこいいなと思ってまだですよ。いや本当すごくかっこいいなって憧れて、はい、でその後自分が別の作品出た時にその僕の担当してる役が最初周りとそのちょっと壁がある役だったんで、うん、形だけそれを真似しようと思って大失敗したっていう。現場でただなんか大失敗のところをちゃんと喋るんだよ。どんな大失敗したかが落ちなんじゃない。壁作ってどんな失敗したんですか。なんかずっとこう現場でいっぱい男性声優いる現場だったんですけど、先輩たちもいっぱいいるし、そう、はい、なんかずっとむっつりしてて、むっつり、どこも全然話が変わってくる。ただのエロいやつじゃん。男性声優がたくさんいる中でめっちゃむっつりしてる。うわまあ確かにそう言われると記憶喪失になりたくなるほど失敗だろ。男性いっぱいの現場俺を見てやっぱ飛びしてる。まあ、宮野さんむっつりしてるんだ。丸焦げになって違う、そういうこと。やっぱ飛び火してます。そうなんだ。違う、宮野さんかっこよかった。僕もいろんな現場で宮野さんが本当にこうラスボス的なね立ち位置の時にもう全く会話の輪に入らずにもうやっぱみんなと一線を引いてたんですよ、うん、意図的にね。むっつりしてた。違う違う、ほらお前のせいで。俺その時むっつりしてると思われるじゃねえかよ。あの時の顔そうだったんだ。かっこよかっただけ。あんなにかっこいい先輩だったのに男性声優にむっつりしてたんだ。違う、お前結果ない。誰がむっつりしてたの。どっちなの。僕です。おい、どんなちゃんと喋ってくれよ、頼むからよ。宮野さんがかっこよすぎてかっこよすぎて僕が結果別の現場でむっつり。今後はさ、このテーマ出たら今日のこと言えるから。なんでほんでお前はむっつりしてんだよ。今むっつり中。そこ詳しく聞きたいね。宮野さんがかっこよすぎて僕だけむっつりしました。どういう意味なんだよ。文脈がちょっとこう、はい、もう忘れよ。先輩勉強になります、はい、と今日はここまで。続きは後日配信予定。テレビアニメ忘却バッテリー2024年4月9日からご覧の放送局にてスタート。